よっ、目が覚めたか、パーシバル。なんだか気分と胃がムカムカするけど。どうして僕の名前を。この兜の傷にウロボロスのブローチ、まさかバルギスの孫が黙示録の四騎士の一人だったとはな。ジージのこと知ってるの？それに黙示録の四騎士のことまで。君は一体誰なんだ。まあ落ち着けって。俺はメリオダス、酒場のマスター兼リオネス国王さ。リオネスの王様？にっしし、驚いたかね。まあいいじゃねえか。何にしてもよく来たな、パーシバル。俺はお前を歓迎するぜ。本当に君が王様なの？うん、そうだ。じゃあ僕を連れてこさせたのも君？どうした？僕はどうしてここに呼ばれたの？黙示録の四騎士って一体何？僕が世界を滅ぼすって本当？キャメミョットのアーサー王ってどんなやつなの？どうしてチージは死ななくちゃいけなかったの？そうか、バルギスか。その話はいずれ役者が揃い次第にするつもりだ。少し散歩に付き合わねえか？王様と？メリオダス。